ございます。今からはですね、今日はブラーっと古着屋行こうかなと思ってて、なんでかって言ったら、なんか前僕の動画に出てもらったサーフィンのマリオくんがいてるんですけど、そのマリオくんが結構ヴィンテージとか好きで、で前話聞いた時にいいなみたいな話になって、それで一回見てみたいなっていうところで、まあ、ちょっと見に行こうかなと思ってて、一応撮影許可もいただいてるので中で撮りたいなと思います。では行きます。それではですね、友達が来ました。じゃん、洒落てるな、うん、仕事の休憩中とは思われへんかもしれん。はい、それではですね、マリオくんの行きつけの古着屋さんに来ました。それがこちらです。じゃん、ハニーカム、ハニーカム、ハニーカムさんに来ました。僕は初めてなんで、今から全然古着を知らへん僕とめちゃくちゃ古着が好きな、マリオくんと一緒に入って、まあ、マリオくんにどんな感じなのか聞きながら、501って何かとか全然僕あんま分かってないんで、なんかそれを教えてもらいながら行きたいなと思います。では行きましょう。お店でなんかこうおすすめじゃないけどなんかみたいなってあったりします？一応うちはスポーツ系がメインの、はい、まあ、古着屋になるので、まあ、ナイキの古いものであったりとか、年齢問わず人気のあるのは、まあ、この辺にかけてるバンディとかは結構人気が。ローリングストーンズですね。はいはいはい、超有名な。これ昔キムタクが着てた着てた、こんな感じのナンバーナインかなんか。うん、どっちかっていうと、まあ、希少価値の数が少ないから、うん、そうですね、はい、もう手に入らないし、古着屋さんとかもあって見つけて買うって。もうヴィンテージもそれも、あとサイズとか状態もあるんで、やっぱりね、こう一期一会じゃないですけど、はい、本当に逃しちゃうと次自分に合うサイズでいいぐらいの値段で買えるやつっていうのがなかなか出会えられないかなと思うかもしれない。だからマリオくんは子供用のちっちゃいコンバースのサイズ、子供なのに将来の子供用にキッズのサイズ、ここでここで購入させてもらってる、はい、緑の14センチかなんかと確かそれぐらいですね。子供が生まれたらヴィンテージの501履かしてコンバース履かせるっていう。じゃ子供もおらんけど将来の子供のために今しかないわけだから、そうそうそう、逃したらもう次は買われへん、そう、もう買われへんかもしれんから。 T シャツって大体その相場っていくらぐらいの古着屋さんの T シャツって、あー、大体うちは3900円台からですか。はい、一番高いやつとかで、まあ、どれぐらいですか。高いのだと T シャツ5万ぐらい。あ、5万ぐらい。はい、じゃあどれぐらい、真ん中の地味編の T シャツ。かわいいねんな。かわいい、すごく。来た時に、うん、お金があまりない時は、はいはいはい、楽しみ方バッチだけ買わせていただくっていう。なるほどね。こっちもあるしな。そうそうそう、小物がすごいたくさん。こういうのとかさ、キャンパス地のトートバッグにパンって貼っとったら、うん、おしゃれな。リーバイスがあれ入ってたんですかね。そうですね、今ないのはこんだけ。これは501っていうやつですか。そうですね、501の WX と、はい、あとタイプのもの。リーバイス501。501って、これ現行も今あるじゃないですか。でも、はい、まあ、ヴィンテージのやつもあると思うんですけど、はい、やっぱ違うからここに価値があるということなんですか。イエロー名刺っていうのは、はい、やっぱ昔のものしか使ってないタイプなんですね。で、だいたい今の現行のものはこのオレンジのステッチだけで塗ってるんですけど。なるほどなるほど。であとこのパーチとかもアメリカって乾燥させるときにだいたい乾燥機に入れて洗濯の後に乾燥させるんで、日本と違ってこのパッチのところがすごい取れてしまうんですね。へえ。なかなかやっぱこういう風な不具合が出てるので当時のものしかなかなかないと思いますね。ってなったら、じゃあこれってそのアメリカの誰かが履いてたのがこう船を渡って日本に送られて今日本でこう販売されてるっていう、そうですね、そこにこうやっぱ男のロマンが詰まってるっていう。その通り。もともと作業着で販売されてたものなんですけど、まあ、50年代とか60年代ぐらいに当時 のファッションリーダーの
あの俳優の方とかが実際にあのおしゃれに入って、まあ、町着として人気が出たんですよ。なのでなんかそういう誰かの影響っていうのもやっぱりちょっとはあるのかなと。ね、これをじゃあもしかにその有名な俳優さんとかがなんかスティーブ・マックイーンかなんかそうですね、はい、履いてへんかったらまた違うかったかもしれんってことですかね。そうですね、その時期あたりであのそういう大衆向けに履けるっていうのを、はい、出してなかったらまたちょっと違うかもしれない。ただの制服やった可能性かもしれないですね。なるほどなるほど。でそういうのをこう実際デニム見ながらこうやって今喋ってるけど、これやっぱヴィンテージ好きな人からしたらたまらんっていう感じ。たまらん。もうやっぱりこう昔は50年代だとちょっと形太いけど、60年代になったら大衆向けにリーバイスが売るために例えば形を細くしたりとか、どんどん形も変わってきてるしっていう感じかな。なるほど。でそれがさっき言ってたみたいにこれが希少価値になってるって、その時しか売ってなかったから、うん、そうそうそう、確かに染め方変わったって言ってたもん、うん、そうそうそう。いつから変わってる？77年で確か天然の藍が使われへんようになって、78年から確か合成のインディゴやったかな。確かに確かその辺、はい、ピロピロって言ってくれなんかこう物って何ですかね、劣化するやつとヴィ、はい、ンテージのあるやつってなんかあるじゃないですか、はい、同じ洋服でも、はい、それってなんかその店員さんが思われるには何が違うんですかね。リーバイスとかでしたら、はい、大体あの色の落ち方がこう縦にあの抜けていくんですね。よく縦落ちとかっていう、はい、はい、でそれ以降のもうあの赤耳ぐらいになってきたらもうだいぶ縦落ちがないんで、やっぱりそれ以前までの、色落ちのジーパンを探してる人が多いですね。縦にやっぱ落ちる方が綺麗に見えるってことですか？そうですね、あの好きな方はやっぱりそれをよく言ってはりますね、はい。スウェットといえばさっき言ったチャンピオン、チャンピオン、絶対チャンピオン。チャンピオンもさっき言ったそのアメリカ の, あのまあ当時のっていう感じだった、うん、そうそうそう。軍物のやつやからちょっと高い、プリントが。あ、これが。そうそうそう。あのいろんなこう軍隊、海軍とかもあるし、陸軍とかもあって、あとエアフォース、空軍もあるし、はいはいはい、それなんかまあ3つぐらい確かあって、軍隊を育てる学校の名前が入ってたりとか、あ、それによって いろんな文字があって、それの頭文字を取ってる。トレーニング用のウェアみたいな。じゃあこういう感じでさ、あー、いいねいいね、ハマちゃんスタイルね。ダウンタウンの浜ちゃんスタイル。もうこれはだってその当時のってことやもんね。そう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 、今リーバイス501にこのチャンピオンスタイル。そうそうそう、もうザ・アメカジって感じだ。このあのスウェットも、はい、もともとさっきあの話があったみたいに、はい、軍隊の、まあ、言ったら体操着みたいな感じなんですよ。であのチャンピオンはあのボディ的にアメリカでもすごいあの丈夫っていうふうにあの評判が高いんで、軍にあのチャンピオンがずっとこう支給してたんですよ。で基本的にこういったものはその体操着とかになるんで、はい、あまり出回ったりとか基本的にはしないんですけど、まあ、アメリカ独特でそういうのが出回ったりとかするんで、やっぱあの軍物好きな方とかチャンピオン好きな方はこの辺のものはすごい探してる方多いですね。ちなみにその当時からチャンピオンは洋服も売ってたんですか？その支給してる以外にも。あ、全然全然、あ、もう昔からチャンピオンはあるんで、はい、これがちなみに年代で言うとどれぐらいの年代？これ80年代のチャンピオンですね。ほんで今から30年、約40年ぐらい前、うん、え、ほんなもう60年前ぐらいとか、うん、それがやばいよ、考えたらタイムスリップしてない。それがやばい。これチャンピオンって言ったらこの腕のところにマークがあるみたいな感じのイメージだったんですけど、これはないんですね。そうですね、あの古いものは基本的にないものが多いですね。ここによくマークありますもんね、はい、普通はね入ってるんですけどね。でこの辺も結構その柄的に人気があるんで、はい、結構あのレプリカブランドとかの大元としてあの使われてることが結構多いですね。あ、なんかこれを真似して作ってるって。はい、あ、なるほど。そう、あ、じゃあこれより10年ぐらい古いっていうことなんですか？あ、そうですね、大体そのぐらいなんです。当時の日本とかやったらどんな格好だったんですかね、70年代とかやったら。 IB ですね、やっぱりシャツでジャケット着てスラックス履いて、うん、まあ、はい、そうそうそう、革靴履いてみたいな、ああいう感じちゃうかな。じゃあ全然また違う感じで、その同じ時期でも1970年代は日本そうなんやけど、アメリカはこういう感じや、うん。でもアメリカも西と東でまた違うし、もともと IB も東から入ってきたことやから、はいはいはい、もう全然あの大きい大陸の中でファッションは全然違うかった、まあ、どっちかってこれ西の文化、カリフォルニア感じかな。
でもチャンピオンはもともと確かニューヨークの生まれですよね確か。例えばですけど、はい、この、 あの白地に、はい、単色色で、はい、こうチャンピオンって入ってるものは、はい、70年代のタグになるので、大体タグ見て、まあ、あの買われる方多いですよね。でちなみにさっきの80年代の方は、はい、うんうんうん、こういう感じ の、 あのカラーがあの何色か入ってるトリコロールカラーっていうですね。これが80年代のタグになりますね。で基本的にあのさっきのGパンとか、はい、コンバース の、 あの話もそうなんですけど、うんうんうん、もうこの辺も全部あの見なくても分かるぐらい USA 製なんですよ。へー。あの90年代の半ばぐらいから USA 生産がチャンピオンなくなってるんで、あ、まあ、それまでの US ボディ の、 あのチャンピオンを探される方は結構多いですね。あ、でもちょっとずつこう USA の、 あの生産してるのは少なくなってきてるっていう。はい、やっぱりその生産する時の人件費とかが高くなるんで、やっぱりもうちょっと安いアジア生産とかに移行していくって感じですね。T シャツでこれはこれめっちゃ人気なやつですよね。はい、へえ、そうなんや。後ろがこれ、これ人気のやつなんや。80年代のナイキの、はあ、これもじゃあやっぱりタグもこれは関係あるんですか、このナイキのも。これとかですね、これタグ見たらもう80年代のナイキっていうのが分かりますね。へえ。はい、ということでですね、あの一通り見させてもらってお話いろいろ聞かせてもらって、あのほんまはこの今撮ってもらってるマリオくんがよく来てるんで、僕はあの初対面なんですけど、めちゃくちゃ丁寧に教えてもらっていろいろありがとうございました。いい、こちらこそ。なんかあの最後にあのお伝えすることがあればよろしくお願いします。あのこれからの時期結構あの T シャツがたくさん増えてくるんで、またよかったら遊びに来てください。全部 USA がほとんどっていう感じです。そうですね、 USA 製をなるべくあの撮るようにっていうことに、はい、しています。はい、ということなんで、あのまた大阪来た際とか大阪の方はぜひ寄ってみてください。以上、ありがとうございました。はい、ということで行ってきました。あそこのお店の人初対面やったけど、全然ゴリゴリな感じないからいいな。すごい、うん、めちゃくちゃ親切やし、いい人やなと思って。で、あそこのお店ってそのさっきちらっと言ってたけど、匂いとかもやってるな、アメリカの雰囲気から。そのアメリカのあの雰囲気もそうやし、洋服とかも極力よく古着やからいい状態に見せれるようにって言って、匂いからやってるんですっておっしゃってはって、でしかもそんなんもう、こうゴリゴリ説明してこうへんところがめちゃくちゃいい人やなと思いました。で、まあ、今回はですね、マリオ君もあの仕事の休憩中に来てくれたということで、マリオ君 あのありがとうございました。あの今日は緑やからルイージなんですけど、まあまあいいかなと思うんで、次回は赤で来てもらおうと思います。では見てもらってありがとうございました。